おはようございます。なんか2日ぐらい前からちょっと体調が悪くって風邪かなと思ってたんですけど、でニキビも顔にいっぱいできてきてちょっと良くなったんですけど、昨日くらいからなんか唇の横がポコってなってておかしいなと思って様子見てたんですけど、今日もう朝起きたら唇がこんな感じで、見えますかね、こんな感じでなんかジュクジュクしてきたっていうか、ジン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 してる感じがあって、なんかちょっとむずがゆい感じがあって、変なので、X で相談、みんなに相談したら、ヘルペスかもしれないし、皮膚科に行ってみたら、ということで、皮膚科に行きたいと思います。これなんだろうね。ヘルペスっていうのかな。とりあえず触ったらいろんなとこに移っちゃうかもしれないので、触らないようにしてます。でもなんかこんなちっちゃいのにすごい存在感あって、ムズムズするし、かゆいし。やだね。とりあえず行ってきまーす。ぽう。ぽう、ママね。唇にね、ヘルペスできてね。ヘルペスかわかんないけどね。できてね。だいたい。じゃない。皮膚科に着きました。病院の中は取れないので、ここで。はい、病院が終わりました。ちょっと月曜日だったので混んでましたけど。飲み薬と塗り薬ともらいました。で、今はここの唇の一部だけど、これが全体に広がることもあるそうなので、そうならないように願ってます。なんだろうね、免疫が低下してるんじゃないかなっていうお話でした。免疫って何でつければいいんですかね。あとこの口の経過もちょっと記録で残せたらなぁと思ってます。みんなも気をつけてね。おうちゃん。ただいま。かわいい。ねえねえ、来てたの？おうちゃんかわいいね。年中、かわいい。お家に帰ってきてご飯を食べたんですけど、ちょっと痛いですね。痛くなってきた。ゆっくり休んで治したいと思います。Thank you.
ヘルペスが治ったので、もう一つ目にいただきます。トレーゼで買ったローズンゼリーを買います。今日はぶどう味、みんなは桃とブラッドオレンジを取られました。これめっちゃ美味しいからみんな食べてほしい。いくらだったっけ？90円え？80円税込み100円ぐらい。